はすぐアグノンのイベントがあるから、心が清らかになりますように。座禅座禅、座禅座禅。座禅だ。わあ、心清らかになるかな。この子すごく騒がしいな。あ、なんかドキドキ。あ、なんかドキドキしてきた。でもなんか気合入ってきたな。ちょっとアグノンイベントでもう一回ぐらい叩かれときたいな。ちょっと、気合。おだまり！うわー、すごい。あ、なんか心が。静かに。心清らかになって目覚めてきた。すごい、アグノーのイベントで面白いことができそうな気がしてきました。ちょっと君、1ヶ月ぐらいここの寺で修行です。え、イベント出れない。アグアグノンのアグポンこと大西アグリです。アグアグノンのノンノンこと高尾カノンです。始まりました、アグノンルームラボ第117回配信です。イエーイ。この番組は姉妹のように仲良しな私たち2人の部屋からお送りするゆるフォア動画番組です。はい、今週の小芝居は春尾さんの案を採用させていただきました、うん、ありがとうございます。もうすぐアグノンのイベントということで、うん、心を清らかにしようとなぜかお寺に行って座禅をやりに行くノンノンと、うん、そこのお寺の神主のアグポン、うん、ということでそうだよね、うん、もうすぐイベントあるもん ね、 そうだ ね、 あるね、 ね。でもなんで座禅をやったらいいって思ったんだろうね。なんでだろう、やってほしいのかな、ね、それが不思議だったけど、ね、ちなみにノンノンはやったことある？あ、やったことある。お、それはプライベートで？なんだっけな、学校のなんかこう体験学習みたいなやつで、うん、小学生の頃。小学生の頃。そうそう、やりに行った。え、叩かれた？え、私めっちゃ上手なのよ座禅本当は。あ、本当？そう、めっちゃ上手で。そうなんだ。一回も多分叩かれなかった気がする。無になれたんだ。無になってた。え、無になれるんだね。そうそうそう。ね、普段はこんな優な感じだけど、うんうんうん、無じゃなくて。うんうんうん、そうそうそう。ね、やったことある？私もなんか番組で行ったんだけど、叩かれた？そう、叩かれた。うわ、でもなんか自分的には集中してたんだけど、うん、なんかこう、なんですか、こうお坊さんっていうか神主さんがこう回ってくるよね。そう、回ってくるんだけど、うん、まあ、2人でね、やってて、うん、で、こう来て、うんうん、まあ、1周ぐらいするのかなと思ったんだけど、うんうんうん、こっちの隣にいた子も1周もする前にパーンと叩かれてて、そんな早いことあるって思って、それにちょっと笑っちゃってそれで絶対叩かれるじゃんって思って叩かれた、うん、あー、笑っちゃダメなんだね。そう、え、そんなに、ね、そんなすぐって思ったけど巻き込まれたそうそうなんだ。そうなの。じゃあなんかアグノンのイベントまでに清らかになりたい、うん、心をしたい人は座禅するのもあるかもしれませんねそうですねはい、はい。そして、あ、これはのんのんにぴったりなトピックスですね。なんだこれは、ダジャレ農法爆誕え、すごい、爆誕したの。なになに。これ兵庫県市川町にあるニンニク地区で、うんうんうん、ニンニク栽培に最適な土地というわけではないそうですが、うん、その少し変わった地名にちなんでニンニク栽培が盛ん。へー、そっか、ニンニク地区ってのがあるんだね。ね、すごい、うんうん、いや確かにニンニク栽培しそう。そうなったきっかけも、うん、高齢化に伴って増えていった休耕田をどうにかしようと、うんうん、2017年から有志の方たちがダジャレを原動力に動き出したから。へー、絶対その土地の人と仲良くなれるじゃないですか私取材を受けた村長さんも、ニンニクはもっと日当たりの良い場所で栽培した方がいいけれど、うん、ダジャレにかけていると笑っていたそうです。あー、素敵な方さらに最近では地元の小学生の総合的な学習の一環として扱われるくらいにはニンニクが盛り上がっているみたいです。そうなんだ。ダジャレが世の中を明るくする時代が着実に近づきつつありますね。音符って書いてある。あー、なるほどね。すごい、やっぱ時代来てるのかもしれない。ニンニク、あ、ニンニクじゃない、ダジャレの。でも確かにそういうダジャレ系のやつなんかで、うんうんうん、その市の名前がその人の名前で、そういう饅頭が売られてたりみたいなのあった気がする。そうなんだ、うん、あった気がする。すごい、確かにね。なんか私もなんか高尾さんだから、高尾さん行ったことあるんですかとかよく聞かれますもん。そこに住んでますよねみたいな。そうそう、ね、なんなら出身地、出身地そこら辺ですよねみたいな。そうそうそう、確かに話のネタに なりそうだしね。確かに確かに。でも2017年ぐらいってのんのんがさ、今の事務所に入ったのそれぐらいじゃない？そんぐらいかも。待って、今2024年か、うん、でそのぐらいじゃない？そうやって算数できないかも
4年引いて3年引くと7年前だから、私7年前は16歳か、22歳から7引いたら15歳だ、うん、ね、ちょうど入ったぐらいです、ね、わすごい、なんかダジャレそれぐらいからだろうから、確かにね、私と一緒に連動してたのかもしれない、そうかもしれないって一瞬ちょっと思ったけど多分違いますよね、運命感じました、そうですね、行ってみたいです、あいいね、ニンニク取ったぞって取ったぞってやってほしい、やりたい、やってほしい、はい、はい、ということで今回もよろしくお願いします。アズナンルームラボ、それでは早速最初のコーナー、今週の面白い話、イエーイ、はい、ということでこのコーナーは私たち2人のうち1人が面白い話をします。どんな話が飛び出すのか皆さん期待していてくださいね。今回はアグボンが面白い話をしてくれます。はい、準備はいいですか？はい、じゃあ早速お願いします。はい、来てしまいましたこのコーナーが、はい、まあ、本当にいつも大したことないんですけど話します。この間友達と鍋屋さんっていうんですか、しゃぶしゃぶ屋さんみたいなところに行って、うんうんうん、で鍋を囲んだわけなんですけど、うん、そこでいろいろ食べていくじゃないですか、うんうんうん、その食べる前になんかそこのお店はポン酢とかじゃなくって、まあ、ポン酢も別途注文できたんですけど、うんうん、お出汁みたいなのが届いてネギとかが入ってるんですけど、うんうん、それにお肉とか野菜をつけて食べるっていうやつで、うん、めっちゃお出汁が美味しかったんですね、うん、もうこのままで飲めるぐらい美味しくて、みんなで美味しいねみたいな感じで言ってたんですけど、そこは結構なんかあっちの九州地方の方のお店がのなんか雰囲気があるっていうか、食材とかもなのでこう 食卓っていうかテーブルの上に柚子胡椒があって、うんうんうん、でみんなが私のこと、私柚子胡椒大好きなの知ってるから、うん、これ柚子胡椒入れたら超美味しいんじゃないみたいな感じで言ってて、うんうん、でちょこっと入れたんですよみんな、でいい塩梅で入れて、うん、あもうめっちゃ美味しいねみたいな感じで言ったんですけど、うん、私柚子胡椒大好きだから、うん、もうちょっと辛い方がいいなと思って、うん、まあいつもの感じで家でこうご飯食べる感じで柚子胡椒入れたんですよ、うんうん、でもこれでいけるよみたいな感じで言ってて、え入れすぎじゃないみたいなこと言われてたんですけど、いやいけるみたいな感じで食べたら、もうとんでもない、もう柚子胡椒の味でもないぐらい辛くなっちゃってこれはなんだみたいなダークマター出来上がっちゃったと思ってでもすっごい食べるたびになんか泣きそうになるぐらい辛くてうって言ってて、大丈夫みたいな、いやでも柚子胡椒キャラで行きたかったからその時いやもうこれぐらい入れた方が良かったみたいな感じでずっと言いまくって、で最後までこう食べ続けてて、で最後の方になってお出汁足しますかっていうのは感じで店員さん来たの、うん、あーお願いしますって真っ先にお出汁を足してもらいました。あ以上です。すごい、いやもう大好きなんだけど入れすぎはやっぱ良くない、確かに何事も入れたらさ、なんかいやちょっと入れすぎたって言いづらいよね。そう確かに、なんならうんじゃあ入れないよみたいな感じだったから進めてね、そう面白すぎる、めっちゃ辛かった。そう、私もこの間しゃぶしゃぶ初めて行ったの。えそう、お友達と、うん、なんか食べ放題みたいなやつ初めて行って、うんうん、これがしゃぶしゃぶかって思った、うんうんうん、そう初めてやったの。あ初めてやった、だから今ねすごいアグポの話聞きながら、あだしねみたいな、あでもだしが出てくる感じだったんだ。そうだし出てくる感じだった。なんかね私普段こうポン酢とか、うんうん、あとごまだれとかも置いてあるんですよ、多いのかな、食べること多かったからだしっていうの結構うん、珍しい、珍しいって思った。初だから分かんなかった。あでもねだしだって思ったってことは同じような店に行ったのかね、かもしれない、ね、かもしれない、素敵な話以上今週の面白い話でした。ここからはこちら、今週の普通歌、イエーイ、はい、ということでここからは普通のお便り略して普通歌メールを紹介します、はい、
ルームメイトネーム酒のものさんからです。ありがとうございます。アグポンノンノンアグアグノンノンアグアグノンノン。4月29日に開催された朗読劇春と緑に両部参加しました。ありがとうございます。主人公の緑を演じるアグポンの声が本当に素敵で、公演時間の105分があっという間でした、うん、特に第1部は原作のストーリーを知らなかったこともあり、うん、終わった後の余韻がすごかったです、うんうん、共演された小林愛香さんと紬りささんの演技力にも息を呑みましたし、うん、お三方とも声への感情の乗せ方がとても素敵でした、うん、最後の挨拶ではそのキャラクターとのギャップに笑いも起きていて、それもまた安心しましたし温かい気持ちになりました、うん、一緒に感激したアグポン推しの友人とは、うん、やっぱり声優さんってすごいという話で持ちきりでしたよ、うん、素晴らしい機会をありがとうございました。ぜひ朗読劇の本番中や前後のエピソードなどをお聞かせいただけると幸いです。うん、とのことです。ありがとうございます。そう、初めてだったの。あ、そうなんだ。そう、朗読劇初めてで、そう、まあちょっと時間経っちゃったんですけど、うんうんうん、本当になんか自分の中では新鮮な体験ができたなって思いましたし、あとやっぱ歌って踊るとかもすごい体力使うなと思ったけど、うんうん、こういう朗読劇もなんかまた別の緊張感があって、うん、いい体験になりました。いい経験になったなと思います。すごい、なんかめちゃくちゃ声優さんってすごいって、ありがたい。でもすごい、まあ、もともとのその原作の漫画があって、うんうん、春と緑ってそう作品があってのやつだったので、うんうんうん、もう漫画の絵とか雰囲気とかお話がもうすごい繊細で綺麗で、うん、そう読み応えがあって、面白い作品だったからこそ、うんうん、きっと面白くなったのかなって思いますし、うん、あと小林さんとね、紬さんもすごい優しくて、そう、小林さんはそのラブライブの方でもお世話になってたから、うんうんうん、そう、たくさん話してて最初の方から、でも紬さんもずっとオープンな感じの元気な、そう、方だったから、明るい方、ね、うん、すぐ打ち解けられて、それも良かったなって思います。おー、うん、すごい、私も見たかった、うん、生で見たかったね、なかなかね、うん、私も1回とかしか招待で見に行ったぐらいしかないから。そうだよね、朗読劇見る機会ないから。そうそう、あんまりないから、うん、そう、自分でやるのもすごい新鮮だったし、うん、またね、それこそ日によってキャストが違ったんだけど、 それも見れたらより楽しかったのかななんて。確かにそれ面白いよね、うんうん、でもきっとファンの方はね、両部ともっていうか、そう、どっちのキャストのやつも見てよって方もいらっしゃると思うんで、うん、存分に春と緑を楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてルームメイトカジュさんからです。ありがとうございます。アガグノンノン、こんばんは。こんばんは。のんのん、この翼さん期第5話を見たよ。もう第5話なんですね。ありがとうございます。アイリスとカズマが、体と心が入れ替わるのんのんの渾身の演技に感服したよ。アイリスの声色でカズマの喋り癖を見事に演じたね。なんか点々点が面白いイントネーションとか完璧だったよ。のんのんの質問です。アイリスの声でカズマを演じることで心がけたことがあったら教えてください。またお二人に質問です。誰かと体と心が入れ替わるとしたら誰と入れ替わりたいですか。ということです。めっちゃいい声でですか。確かに、ありがとうございます。うん、そうそう、なんか主人公のカズマと演じてるアイリスが入れ替わるって話が5話であったんだけど、こう福島さん、うんうん、風間役の福島さんのお芝居を私の声でこう真似して、うん、そう、風間になりきらなきゃいけない時があって、それめちゃくちゃ不安でした、オンエアされるまで。まあ、そうだよね、うん、でも逆もしかりだったんじゃない。確かにそうなのかな、女の子のね、口調ってお互いね、入れ替わってるから、うん、でもなんかこうみんなの反応とか見てて、うん、すごい良かったよみたいな書いてくださってる方たくさんいて、うん、あ、良かったって、あ、よかったなりましたね、うんうんうん、リアタイしてました、私も。あ、リアタイして、そうそうそう、あ、じゃあみんなと感想を一緒に共有してたのね。共有してました、ありがとうございます。よかった、よかった。
入れ替わるとしたら、特に思い浮かばない。なんだろうねなって思っちゃって、バグノンのスタッフさんと入れ替わって、うん、なんかこう仲良しチャレンジの時だけ入れ替わって、ポイントどっさりやった、ポイントなんか500ポイントみたいなあげるみたいな、やりたいかも。でもさ、入れ替わってるから、いらないです、いらないです、やってきそう、やってきそう。あ、ダメだわ。あ、嘘つきだねって言って入れてあげればいいか。いつも頑張ってるからあげるよみたいな感じで入れ替わりたいですね。ポイントゲットのためなら何でもできる、何でもできる。あ、そうだね、スタッフさんのモノマネしながら。あ、なんかモノマネできる？できない。モノマネしながらって言うから難しい、難しい。誰のモノマネ、誰のモノマネできるかな、誰のモノマネ。私は、いや、誰のモノマネ、誰のモノマネそれ。小泉さん。あ、小泉さんのモノマネ。結構急振りってこうやってやる方多いですけど、小泉さんは、あー確かにってやる。あとオッケーみたいな、うんうんうん、やってくれますよね、うんうん、あとなんだろう、モノマネ大会なんだろう、なんだろう、なんか、あ、なんかこう不正してないですよ、スタッフさんが今の不正してましたよみたいに言うと、うん、なんか、あ、僕はそんなことしないですよみたいな感じでおっしゃる方もいますよね。誰？なんか、あ、もちろんグランドの味方ですからみたいな。確かにそうかも。面白い。確かにアルポなんかできる。なんだろう、まあ僕東大出身なんで。なんでそんなこと言ってるの、聞いたことない。聞いたことない。とかですかね。あ、それでいこう、入れ替わったら。そうしよう、うん、はい、それでポイントを稼ぎたいなと思います。はい、以上今週のふつおたでした。アグのルームラボ、続いてはこちら、今週の怒っちゃうぞ、イエーイ。はい、このコーナーは皆さんから怒ってほしいことを募集、一、うん、人は怒って一人はフォローする素敵なコーナーです。はーい、それでは今週も怒っていきましょう。はい、ルームメイトネーム、ぼくちゃんさんからです。ありがとうございます。アグポンのんのん、アグアグのんのん、アグアグのんのん。僕は漫画を読み出すと途中でやめることができないくらいかなり集中して読んでしまいます、うん。先日友達と旅行の計画を立てている時に話半分くらいしか、聞いておらず、適当な返事をして友達をイラつかせてしまいました。こんな僕を怒ってください。おそうです。うん、なるほど。じゃあ怒りたいと思います。うん、そうですね、漫画を読む時に読むのはいいと思うんですけど、なんで旅行の計画を立ててる時に読み始めたのかが謎です。まずそれをやってから読めばよかったんじゃないですか。あれ、普通のこと言っちゃった。いや、これを読む限りはぼくちゃんさんは、うん、全然旅行の計画を立ててなかったってことでしょ、うん、参加してなかったってことでしょ、うん、いけない。大丈夫です。私もあの林ココちゃんと佐々木莉子ちゃんと3人で京都旅行行った時、うんうん、あの全部ココちゃんがやってくれました。ダメじゃないか。そう、ココちゃんがダメじゃないか。そう、それにこうテキテキってついていってました。なるほど、そういうのもありです。ということで、以上今週の怒っちゃうぞでした。アグのルームラボ、ここからはこちら、仲良しチャレンジ第8シーズン、ロストインジャスティス、イエーイ。はい、このコーナーは2人で協力してあることにチャレンジします。はい、見事クリアすればアグノンポイントをゲット。うん、アグノンポイントを20貯めると何かが起こります。うん、で前回はこう見事にね、しりとり、うんうん、しりとり、うんうん、で仲良しっぷりを見せつけ、うん、2ポイントゲットしまして、うん、現在のポイントは15です。おー、はーい、あと5だね。はい、あと5か、あと5か。意外と長い道のりになりそうだよ。今日は無理そうだな。今日は無理だね。はい、ということで今回チャレンジするのは拡大画像クイズです。おー、はーい、これは
一部分をドアップにされた画像を見て、うん、元画像が何の画像なのかを当てるクイズです。なるほど。拡大された画像を先に表示するので、うん、2人で相談して何の画像なのかを回答、うん、見事予想が当たっていたら OK です。はい、全5問中3問正解で1ポイント、うん、全問1で2ポイントゲットです、うん、で今回は全て生き物の画像から出題しますよって、生き物ね。生きてれば生き物だもんね。いやなんかこれ私たちの画像とかありそうじゃない？なんかでもどこをアップにするかによって確かに難しい。逆に訴えて得点ゲットの可能性もありだ。ありますね、うん、なんか結構今回あの簡単かもしれないっていう話も出てたから楽しみ。いけますね、うん、頑張ろう。ということでなんかまず例題があるみたいなのでちょっと見てみましょう。はい、どうぞ。猫ちゃんじゃない？ミーム？あ、違うか。猫。あ、かわいい。かわいい。簡単。簡単すぎてちょっとどうしよう。ね。ね、余裕です。余裕だね。はい。あ、じゃあもうこの調子でどんどん、ね、うん、行きましょう。行きましょう。じゃあ、1問目お願いします。クラゲじゃない？クラゲじゃないこれ。うん。クラゲ。クラゲ。うわ、めっちゃ簡単、めっちゃ簡単。うわ、わかりやすい。わかりやすい。優しすぎない？ね、じゃあ続いて2問目。トラ、トラ、トラか。トラかしま、うん、これトラじゃない？トラだね。なんかヒゲみたいなのあるし。うん。トラ。トラ。ああ。めっちゃ簡単。かわいい。なんか動物園行きたくなってきた。ね、なんかワクワクするね、これ。ワクワクしてきた。じゃあ続いて3問目。なにこれ、またクラゲじゃない？クラゲっぽいね。金魚とか。あ、金魚ありそう。なんか魚系だね。魚系。イソギンチャク。違うか。金魚でいく？金魚でいいか。でも違ったらなんかめっちゃさ、夜空に見えない。うん、確かに。金魚でいくか。金魚。違ったか。なんですか？いや絶対わかんないですよ。ミジンコ絶対わかんないよ。ミジンコこの姿じゃなくてなんかもうちょっと違う姿を見たことあるね。そう、教科書に載ってるやつさ、ね、なんかもっと乾燥してるというか、あれだよね。茶色系じゃない？ね、なんかね、白黒、こんなんなんだ。すごいな。そんな難しいですね。アップで見たことないわ。ないです。じゃあ続いて4問目。なにこれ。カメじゃない？どの辺？カメのお腹でさ、ここから上が甲羅とかってこと？反対から見たカメみたいな。あ、違うか。もう宇宙人にしか見えないけど。それかさ、エイじゃない？エイ。あ、そっち系ね。エイとかマンボウ？マンボウは違うか。5問正解しなきゃいけない。3問正解しなきゃいけないのか。私じゃないよね。あと、パジャマ？これ。パジャマ？違う？なんか水の中にいない。水の中ってこれわかんない。アグポン、水の中にいたっけ。違うか。アグポン。私？わかんない。絶対違うけど、私。じゃあアグポン。あ、やっぱりね。違うやっぱ。いいじゃん。嘘。これもすごいんだけど。これおまけで正解にしてくれませんか？のんのんすごい。すごい。のんのんすごい。なんか全然正解してないけど正解した気分だ。正解しましょう、これ。正解にしましょう。ね、えいか。いや、のんのんすごい。これどうなんです。じゃあもう続いて。とりあえずね。続いて。ラクダ？ラクダ？に見えるけどね。ラクダってこんな顔だとわかんない。口。ラクダじゃない？なんかおじいちゃんみたいな。ね。ラクダか。ラクダかなと思ったけどね。ロバとかでもないと思うけど。ライオンも違うか。うん、ラクダ。ラクダだと思う。ラクダです。ラクダの顔知ってるのすごい。そうなん
んだ、こんな顔なんだ、ラクダって。かわいいね、かわいい。これでも終わりました。え、あれ今何問正解した？3問。あ、じゃあポイントポイントゲット。イエーイ、イエーイ。まあ、ちょっとミジンコが最悪すぎたけど。ミジンコひどい。ミジンコひどい。ミジンコはひどい。だって見たことないもん、ミジンコこうやって。え、あれ逆にさ、みんなわかんのかな、ミジンコですみたいな。確かに。わかんのかな。ね、この時のコメント欄が気になる。確かにそれでさ、これミジンコじゃねーって。ミジンコみたいなめっちゃ書いてたらさ、ね、あ、そっかってなるかも。すごいわってなる。いやでもエイを当ててたのすごい。いや最近さ、それこそあの京都で水族館行ったからさ、あ、見てきたんだね。見てきたのよ。やっぱ見ればわかるんだね。そう、水族館のチケットもココちゃんが取ってくれました。あ、すごい。ココちゃんすごい。何でも取ってくれる。偉いよ。優しいです。はい、ということで、はい、今回仲良しチャレンジ成功でーす。イエーイ。はい、なんかイベント前に失敗しないで成功でよかった、うん、そうだね、はい、そう、うんうん、ということで以上今回の仲良しチャレンジでした。アグのルームラボ、お送りしてきましたアグのルームラボ、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスはagno@secondshot.jp です。各コーナーは番組ホームページに掲載していますので、ぜひ確認してみてください、うん、また番組公式 X もやってます。私たち個人の X もあるので、どちらもフォローよろしくお願いします。この番組はタイムシフト期間1週間を含め無料で視聴できます。さらにこの後23時30分からセカンドショットチャンネル会員向けのアフタートークと前回のアーカイブがお楽しみいただけます。ぜひ会員登録をよろしくお願いします。お願いします。そして、うん、アグノンの番組イベント開催がいよいよ今週末だって。わあ、早くない？すごい。うわ、すごいね。久しぶりだもん ね久しぶりだよ ね。ちょっと皆さん絶対会いに来てください。お願いします。そしてなんとイベントの配信も決定しました。すごい。アグノン的には初めてだよね。そうだ、そうですかね。一回前、あれ前のアグノンのイベント配信ありましたっけ。なんか一部だけ配信、サイエンスホール、誰も覚えてない。あのみんなのセカンドショットのイベントはもう無観客で配信になったんだけど、そっか、まあみんな教えてくれるか。確かにコメントでなんかあったよなかったよみたいな。ないよそんなのとか。あってハグパンでも確かにあったかどうかな。でも今回も配信あるので ね、なんかどこでも見られるよっていうことで、ね、まあ、ぜひぜひまずは会場に ね来てほしいけど、うん、どうしても来られないとか、うん、もう一回見たいって方はね、うん、配信でもいいです。いいです。お願いします。お願いします。グッズもゲットしてください。あ、そうじゃん。グッズもね、あの、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。詳しくはホームページ、イベントホームページを見てください。お願いします。はい。はい、ということで第117回どうだった？あ、どうだった？なんかあっという間だった。ね、めっちゃあっという間だった。サクサクと成功していった。おー、仲良しチャレンジはね。ね。まあね、もうミジンコは許せないけど。いや、ほんとミジンコね。うん、ちょっとじゃあ次の収録の時ミジンコ持ってきてくれるってことで。確かになんか顕微鏡で観察させてほしい。そうだよね。うんうんうん、なんかミジンコを見せていただこうかなっていうふうに思います、うんうん、はいはい、そして、アフタートークではですね、うん、拡大画像クイズまだ問題があるみたいなので、まあ、簡単だと思いますけどサクサクとやっていこうと思います、うん、はい。それでは今回はここまで。次回の配信は6月5日水曜日23時からです。最後はアグノンじゃんけんでお別れ。今回はアグポンです。はい、皆さんじゃんけんの準備はいいですか。いいよ。はい、それではいきますよ。ぐる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 じゃんけんアグポン、勝ったあなたはどんな辛さにも耐えられるかも。あー、柚子胡椒にも。そうせーの、バイバーイ。